だるだる人生堂、ダルイの結婚、その 2, 2> 結婚子供ができたんだ。そろそろ年貢のおさめ時ってことね。で、相手はダルカさん、ダルヨさん。それがダルナなんだ。ダルナって この前のそれで二人には話したの今日誰かを呼んでいるんだだルいさんお待たせしました誰か修羅ね。 この前、だるいさんにプレゼントしてもらった指輪、嬉しくて毎日してるんですえ<っ>この指輪をつけているとだるいさんに守られているような気がして私幸せだなってだるかそれで。 話って何ですかえ、いや、あ、あの、その。重要な話があるんですよね。い、いや、今度のデート、動物園と水族館、どっちがいいか、迷っちゃってさ。な、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 な。なんだ、だるいさんの声沈んでたから。 すごく心配したんですよそ、そうか、沈んでたかなな、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 な割った茶碗をついでみる、だわ今日のことわざ